こんにちは。昨日桑田くんが今年はコーチとしてユニフォームを着ると、そういうことをお伝えしたんですが、また今日、嬉しいニュースが入ってきましたね。岩隈久志くん、彼は、巨人で2年間ゲームに出られずじまいで結局最後終わってしまいましたけれども、素晴らしい成績を残しましたね。近鉄、楽天、そして、マリナーズ、メジャーで7年マリナーズやってですね、ノーヒットノーランも達成した、そういう素晴らしい成績を残してた選手だったんですけれども、その岩隈くんがですね、今度は古巣マリナーズの特任コーチというところでまた、若い人たちを指導したりする、あとはですね、日本にいて、スカウト活動もするっていうようなことを書いておりましたね。それでちょっと気になって、本人にお電話入れたんですが、今日はちょっとつながりませんでして、義理のお父さん、広橋君に電話を入れたんですが、やはり喜んでおりましたね。我々がプレーしてた時のメジャーっていうとですね、もう雲の上っていうような印象が強かったです。我々の時にはですね、メジャーに行くっていうまずルートがなかった。 FA制度というものもまだ確立されていなかったのでですね、やっぱりメジャーってすごいんだろうな、本当に想像の世界っていうものが非常に大きかったんですけれども、その後日本で FA 制度ができて、自分で海外 FA ができる、そういうようなですねことにもつながっております。野茂君が、ちょっとチームのごたごたもあってのメジャー行きでしたけれども、そこで一つね大きく切り開きました。そのもっと前で言うと村上さんっていうね、サンフランシスコジャイアンツでちょっとリリーフでやられたピッチャーもおられましたけれども、野茂投手のところ以降本当に道が開けて、野茂投手もノーヒットノーランを達成しましたし、その後今度この岩隈くんもねノーヒットノーランを達成したという、もう日本のピッチャー陣が非常に活躍している。黒田投手もそうですし、今で言うと田中マー君も、毎年安定したピッチングしてます。他にもいろいろおられますけれども、確率で言うとですね、やっぱり日本のトップクラスのピッチャー、これはですねメジャーでも通用するんだ、そういうような印象をメジャー側が持ってんじゃないでしょうかね。その中でやっぱり岩隈投手、7年マリナーズでプレーして、そして彼の性格ですよね。僕は以前からアメリカも見に行きました。やっぱりアメリカは今でもやはりちょっとこう人種差別っていうものを感じる時があります。日本人もそういう意味からするとそんな高い評価はされてないと思いますけれども、ケージでポンとこう2つのケージがあって、それを何気なく見てるとわからないんですが、意識して見てますとですね、やはり白人のケージ、そして黒人のケージみたいなですね、そういうような自然と分かれて練習したりしてるんですね。そういう環境、これはやっぱり行ってみないと多分分からないと思うんですが、今でもやはりちょっとあると思いますね。そういう点では岩隈投手もですね、その部分は感じたかもしれないんですが、彼の性格はですね非常に穏やか、そして出しゃばるっていうことをしない、これはもう日本にいる時からそうでした。成績は素晴らしいんですが、どうだ俺の成績はっていうような、そういう威張るようなものは全く見受けられない。もう本当にそのあたりはですね素晴らしい選手でしたね。彼はどこに行っても多分好かれるだろうな、そういうところをマリナーズもやっぱり感じたんだと思いますね。練習をしっかりする、次のゲームに向けてのですね準備もしっかりする、彼なんかやっぱりそういう若い選手たちにとってはですねいい模範になるんじゃないのかなっていうふうにマリナーズのチームが考えたんでしょうね。つい先日岩隈君とも会って食事をしながらですね、どうだったっていう話をしたらですね、やはり最初はもうガンガンボール球振ってくれましたと。それがですね慣れてくると、ある時ポッとこう低めの落ちる球、これをですねみんな振らなくなるんですよ。やっぱり慣れてくる、で低めの球はボールになる、そういうように思うとですね本当に振らなくなる。でその時に一つ球種を増やして、また目線をちょっとこう変える、そういうような努力をしながらやっていったというような話をね本人からお聞きしてですね、やっぱりメジャーもそんなね、メジャーもというかメジャーはやっぱりトップクラスですから、これはやはりそういうものに対してまた対応していこうというね、そ
そういうものがやはりすごいものがあるんだろうなと思いましたね。まあ、その岩隈くんがやはり今度はあの指導者としてメジャーに認められた、これは本当に嬉しいことだと思います。まあ、いろんなコーチがメジャーもいるんですが、まあ、僕が聞いたところによるとですね、やっぱり教え間はダメだと、向こうはですね、選手がちょっとあの聞きに来た時に今いいアドバイスをする、まあ、それが基本、こちらからどんどん教えに行くっていうコーチはやっぱりなかなかね、あのまだ認められないっていう、そういうところがあるみたいなわけですよね。まあ、あの僕はあのメジャーと日本の野球の大きな違いっていうのは、メジャーっていうのはですね、あの本当に底辺が広い、ね、あのメジャーの下にトリプル、ダブル、シングル、そしてルーキー、まあ、他にもいろんなあの独立リーグがあって、その中で、輝いてる人、まあ、石に例えると光ってる人をですねピックアップして、そしてチームの中に入れていく、まあ、そういうことで、成り立つ部分があるんですけれども、日本の場合はそこまで底辺が広くない、そうなるとですね光ってる人は少ない、ですもしかするとこれ磨いたら光るんじゃないかなっていうような選手はいるっていうところで、あのアメリカと比べるとですね、やはり日本の場合はその磨こう、これはですね、まあ言ったら指導しよう、そういうコーチの方からどんどんこう指導していく、そういう形になっていったというふうに僕は思います。これはまあ、あのある意味仕方ないというと悪いように聞こえますけれども、ある意味必然的にそういうふうになってるんじゃないのかなというふうに思いますね。ですから、あの、まあ、教えすぎるっていうのは良くないんですけれども、正しいことを指導する、これは本当に大事なことなので、それができるコーチ、まあ、岩隈くんのあのなんていうんですかね、性格、これはですね多分アメリカの中では数少ないものじゃないのかなと思いますね。ちょっと控えめで、それでいて、芯はしっかりしてる、ね、このあたりはあの多分若い選手たちもですね、岩隈を慕って、岩隈に教えてもらおうというような選手がいっぱい出てくると思いますね。だからそういうところもマリナーズのフロントは感じたんだと思いますね。ですから本当は、ね、日本の野球界も早くそういうところを感じてもらって、岩隈どっかでねすぐそういう話が来ないかなと僕は思ってましたけれども、やはり、まあ、メジャーが来たというね、これはすごいことだと思います。まだシアトルに家もあるそうですし、まあ、ちょっと大きすぎてどうするかなぐらいの大きな家があるそうなんですが、まあでもね、本当にそういう成功者、それもああいうなんていうんですかね、出しゃばらない、偉そぶらない、そういう成功者を見て、またあの若い夢を持っている人たちがですね、そういう人たちを目指して努力しようっていうものはですね、非常にいいことだと思いますね。まあ、そういう若い選手を育ててもらうためにも、岩隈君またね一肌脱いでもらいたいと思います。まあ、こういうメジャーの方から見て、こうやって日本のコーチ、まあ、これはイチロー君もそうですよね、オーナー好きですけれどもコーチもするというようなこともあります。そういう意味ではもう本当に考えられない、我々の頃にはもうあのメジャーがこんな上の方にいるような印象でしたけれども、もう今はあの日本のトッププレイヤーはやっぱメジャーでもこうやって指導ができるんだよと、これからねどんどんそういうようなルートが増えていってもらいたいし、日本のプレイヤーあるいはコーチ陣が高く評価されることも期待しながらですね、今回の岩隈君のコーチ就任お祝いしたいなと思います。今日は以上です。Thank you.